アルーシャ州は、タンザニア北部の州である。西に、マラ州、シニャンガ州、南に、マニャラ州、東に、キリマンジャロ州、北に、ケニアのリフトバレー州と接している。住民のほとんどが、ツアヒリ語と、彼らの部族の言語を話し、多くはまた英語も話す。マサイ族は、地域で最も有力な部族である。 面積8万6100平方キロメートル、人口129 12万2973人、州都は、州最大の都市でもあるアルーシャ。アルーシャ州から眺めたメルーマ画像は、北東の方向からの撮影乾燥した、サバンナ草原と、雨量多い緑の山、湖が入り混じる。標高4655メートルのメルーマは、タンザニア第2、アフリカ第5位の山で、周辺は、 アルーシャ国立公園に指定されている。アフリカ第一交代が州の中央を南北に走り、ナトロン湖、エアシコ、マニャラ湖がある。西部はセレンゲティ平原の一部で、セレンゲティ国立公園の一部ともなっている。またこれに隣接して、ゴロンゴロクレーターを含むゴロンゴロ自然保護区がある。隣のキリマンジャロ州にあるキリマンジャロ山とともに、 これらの自然は世界的に有名な観光地で外国からの観光客が訪れる。2002年に南部が分割されマニャラ州となった。1988年の人口は134万8170人。2002年分割直後の人口は128万8088人。周辺からの人口流入もあって増加している。2002から3年度の作付け面積では、 トウモロコシとインゲン豆が多い。他にはバナナが地元の主食用、コーヒーが輸出作物としてメルサンのふもとで栽培される。キリマンジャロ国際空港がアルーシャ州東部、アルーシャとキリマンジャロ州の模試の中間にあり、旅行者や仕事に利用される。乗り入れ航空会社はタンザニア航空、エチオピア航空、ケニア航空、KLM オランダ航空である。 小規模ながら、アルーシャ空港も一致している。ほとんどの道路は未舗装であるが、三つの主要高速道路は舗装されている。一つ目は、一般的に、ナイロビロードと呼ばれ、キリマンジャロ国際空港から西に、アルーシャを通り、メルー山巡りで北へ曲がり、ケニアの首都ナイロビへと続く。二つ目は、一般的に、ドドマロードと呼ばれ、アルーシャから始まり既存のマセラニを通り、 そして、モンジュリを過ぎて西へ行く。マニアラ小回りで南へ曲がり始め、ババティと法律上の首都ドドマに続いている。三つ目は、ドドマロードからンゴンゴロクレーターまでの新しい高速道路で多くの旅行者が通行している。アルーシャ州は陸地に囲まれていて、河口河川がない。グレートリフトバレーの大きな湖は水上交通向けには使われていない。ありがとうございます。